どうも、タケ TV100 です。今日はですね、車で生活する人に、インタビューに行ってみようと思います。いや、本当にね、車で生活してるらしいんですよね。乗ってる車がね、ホンダ車ということで、ちょっと今からね、行ってみようと思うんですよね。まあ、奥さんもね、一緒に住んでるということで、今日はね、ちょっと撮影のために、奥さんはちょっとね、お買い物に行ってもらってるということでね、どんな生活してるのかなということで、ちょっと今日は、詳しくね、インタビューしてみようと思います。いや、これがかの有名なこれで何回もバズったという、いいね、いいね、飛び石いいね。色が結構ね、うん、ほんまやね、こんな色あったんやなって感じのね、これバモスホビオの方やな、ね、普通のバモスとバモスホビオと、はい、バモスホビオプロってあるんやな。でこれはプロじゃない、プロじゃないやつやね。これって年式どの前やったっけ。はるか昔ですはるかそうやね、だってこれが物語ってるもん、これアンテナ後ろのテールランプが、おうおう、初代 NSX と同じような感じなんですよ。ほんまや、 NSX そう言われるとそう見えてきた。当時のホンダのデザインですね、うんうん、なんかビートとかもね、昔こんなんやったよ ね、とか自分でカスタマイズしたんですよ。え、アマゾンでノブ買って、うんうん、あ、ほんまや、なんか野球のボールみたいステアリングも革のやつ巻きたいな、うん、あ、でも全体的になんか綺麗な感じはする。そんなになんかね、ボロボロの車っていう感じはしないな。いじったの、そのペダルがね、うんうん、あ、アルミの、アマゾンで買ってスポーティーな感じにしたんですよ。へえ、こう上からこうペダルをはっつけてる感じね。そうですね。あ、荷室いいですか、お邪魔して。うわ、こたつ入れてます。うわ、すごいこたつ入ってる。これ動画でもしてるよね。あ、そうですね。へえ、もうこれ背もたれが結構ある。あ、そっか、これ倒すんやな。ニトリで買ったこういう、うんうんうん、あ、下こうなってるんや。段差はもう発泡白で解消して、へえ、もうなんかパキパキ言いますでも全然、いや、でもだいぶこれで違うん違う。いますよ。うわ、すごい明るい。あとこれがね、ソファーベッドになってまして、で広げたらもう大人二人が寝れるベッドなんですよ。あ、そうなんや。これ2人で買ったんですけど、これで嫁と車中泊行ったりとかして。もう一番羨ましいやつやな。撮影お疲れ様でした。はい、どうもどうも、はい、今日一日もうこれで4本目かないや、でもあれ楽しみですね、新しいマイチェンしたやついっぱいね。まあ、ホンダオンパレードだったんで、うん、今日はいや、でもそれでもこれもホンダですからね。ホンダ、そうそうそうホンダバモスホビオで、これ床は、あ、そっか、これ以上は下げられへんもんな。そうなんですね。やっぱこの差は大きいな。このそうでしょう、この数センチの差は、ね、だって普通のバモスやったらもう頭この辺やもん。そうなんですね。そっか、やっぱホビオか。でも普通にエブリーとかハイゼットカーはあれですか、あれで、うんうん、あっちの方が高さもうちょっと稼げたはずなんで。うん、あ、そうなんや。こっちエンジンここにあるんで、あ、ディアエンジンだね、上がってるんですね。ただミッドシップっていうのがなんかちょっと乗ってみたいなっていうのがあって、バモスにした感じですね。まあ言うても軽は軽の。そうですね。言うてもっていう感じだね。そっか。で、これで、一番長距離乗ったって言ったら、四国まで行った。そうですね、四国もうどん。またよかった、それもあるんで見てください、ね、四国行きましたんで、はい、この辺かどっかクリックしちゃいけるこれで結構夫婦で車中泊行ったりとか、うん、一人で行ったりとかもしてるんですけど、全然快適に寝れるんで。うん、だってこれで何センチぐらいあるの。これでちょっとね180あるんですよ。あんの。あ、じゃあ俺も行けるわ。でね、で前にしたらもう2メーター行けるんですよ。あ、これをもっと前に、これ前にするんです。座席全体に前にしたら2メーター取れるんで、うんうん、竹さんでも寝れるはずですね。すごい。で、 N 版だとそれができないんで、助手席の方が160何センチなんで、うんうん、そうやね。 N 版で一回嫁と車中泊してんけど、うん、ちょっとやっぱ縦は狭かった。こっちはめっちゃ広いねんけどね、うんうん、あとね、結構 N 版ってね、こっちも狭いんですよね。なんか、うん、なんか結構プラスチックのやつで、うんうんうん、これもバンジーで何もないじゃないですか。うん、鉄板やもんね。そうなんですね。
その分だから静粛性は高いかもしれないですけど、エルマンってやっぱこういう、まあ、ちょっと布とかねあると体感温度が変わってくるのかな。 でこのカーテンとかすると結構グッと部屋っぽくなるじゃないですか、うん、なんかもう分からん時はでもこれ車のこれ別に車の中で撮らんでもええやろっていう感覚ですね。でもなあ、だって、投資金額がトータルで本体20万と諸費用10万です、ね、10万で、まああとこういういっぱい買ったりして、そうですね、この辺はまあアマゾンとかニトリで安く抑えて、うん、まあそれでも 4,5 万するんじゃん全部。そうですね、もともとね僕あのキャンプ好きでよく行ってたんで、もう寝袋とか、うん、あそういうのはね、テーブルとかもキャンプのやつ利用してたんで、うん、調理器具とかも、だもしそういうのも持ってない人がもう最安値で始めようと思ったら、うん、まあ本体以外で、うん、そうですね5万ぐらいは寝袋と、まあ、5、6万ぐらいはプラスいるってことだよね。まあでもそれでこんだけ楽しめたら、そうです、大人の遊びとしては面白いかもしれないよね。なんかここで調理するかしないかで結構、もうほんと寝るだけやったら寝袋だけでいいんで、うんうん、あとキャンプ用のマットあるじゃないですか、うん、あれで寝袋だけでも全然社長ができるんで、ただ調理とかしだすとね、いっぱいクッカーとかガスとかね。そうやね、俺もあれ武さん見ましたよ、ね、無駄に長いあれ買ったら満足してしまうのよね、あかん癖やなこれ。あれでも間違いないです、買ってましたね、一番定番の、ね、に、はい、あのキャンプギアのね、うん、あのバーナー一つにしても外だったかな、あそうそう、外のバーナーとかあれも間違いないですね、一応さっくり調べて、うん、買ってはみたんやけど、これいいです、モバイルバーって、これでね電気のやつ、うん、電気鍋とか、そうやね、だってもう窓全開でやったもんあれね、そうです、ね、それでもなんかちょっと頭クラッとくるな思って、うん、やっぱりねあの匂いが車の中すごいんで、うんうん、もう僕もあの最近やったら換気扇みたいなのつけてるぞ、うんうん、ちっちゃいあれどうしたん、あれはこう自分で作ったんこの何個かファンがあって、うん、あれはね今度作ろうかと思ったんですけど、あの、うんうん、Amazon で安いやつ売ってるんですけど、うんうん、それはね結構効果なかったんで、今、うんうん、なんか扇風機みたいなちっちゃいやつをもう窓にガッと挟んで外に向けてやったら結構匂いはいけましたね。まあ言うたら窓開けっぱなし状態で外にサーキュレーターで、そうですねってことだよね。あとんでなんかその辺とかもまた消臭対策とかが結構動画にできるかなと思って、うん、みんなも困ってるかなと思って、うん、そうそう、なんかすごいいい匂いすんねこの車これは、もともと喫煙車いや、あ禁煙車ですね、禁煙車でもなんかすごい芳香剤の匂いがしてたみたいな、うんうん、あその匂いこれそうですかね、なんかずっとおったら分からんようになるけど、うん、入った瞬間すごいなんかフラワー、うん、フラワー的な匂いが、初期の頃車中泊全然分からなかった頃とか、ここでご飯とか、うん、缶詰とか食べたりで温めて食べてたんですけど、もう匂い取れなくて、あその食べ物の、そうですね、だからやっぱちょっとコツがありますね、ここで匂いつけへんするには、あれしといたらなんかプラズマクラスター的な、ーなんかこう大きい家に置くようなやつをこうドーンとこの布系にね結構匂いがついちゃうんですよ、こういう布とかも、ね、なんか究極はやっぱり拭くのが一番綺麗に取れますね、匂いが。武さんか車中泊この車買わないですかいやでもほんまに買おうと思って年末めっちゃ探りまくってすごい調べた、やめたんですか。いやでもやっぱフィットで一回出して全然伸びんくてショックを受けてこれはちょっとやばいなと思って、いやでも本当はやってみたいなって、楽しいね、やっぱ楽しいですね、で一人でも楽しいっていうね、そうですね、あの本当に YouTuber あるあるやねんけど、一人でいかに楽しむかっていうねいう感じですよね本当に。いやでもこれ無限大やね工夫が、そこもまた面白いですね、やっぱりなんか人によっていじり方変わってくるんで、あのほら軽トラでもあれやん、こう後ろ改造してありますね、上に何あのテントみたいなあって、なんなん調べてみてたら結構ええ値段すんねん、うん、もう数百万すんねん、ありますね、で軽トラにその金額は出されへんなと思いながら、でまあねこういう軽バンやったら、僕あの軽キャンピングカーがめちゃくちゃ欲しいんですよ今、テント虫とかバロッコとかあるんですけど、
ただ納期がすごいかかるんで、あ、な、発注してからもう作り出すって感じですね。そうですね。ただ結構維持費もかかれへんし、うん、でちゃんとあの座って対面とかできるんですよ、フェトラの、あの、あ、まあ、靴のまま入れると。それ結構いいなと思って、うん、水道がついてたりとか。そうですね、水道があったら便利やな。あとポップアップもできて、なんか2階で寝れたりとか、素敵。でもそれで、それいくらぐらい？それ結構高い、300万ぐらいですね。まあそれでも300万か。中古とかやったら100万とかでもありますね。中古な。こうも中古中の中古。まあでも住めば都みたいな。結構ね、もう穴開けたりとかいっぱいしようと思ってて。もうそれ用で。何してもいい感じだよね。そうそう、ここガーって穴開けて換気扇つけても面白いかな。鉄板に穴開けるってこと？そう、やってる人いてるんですよ、DIY とかで。煙突したらいいんじゃん。そうなんですね。なんか、YouTube の動画的にもそういうのもね、なんかいっぱい撮れるかなと思って。そっか、換気システム、やっぱ換気やね。換気ですね。うん。曇るしな。で、特に、夏場なんかクーラーしたいから、逆に今度は。夏場はなんかやばいみたいですけどね、車中泊は。冬場、夏はちょっとほんま気をつけないとね、熱中症になったりとか。夏場の車中泊の YouTuber の方、全然車中泊してないですからね。うん、過酷すぎるんやな。レビューばっかしですね。そっか、こっちの世界か。で、これ何なんかな？これ温度計ですね。あ、温度計。これもモスにランタン。あ、磁石でくっついてるだけ。磁石だ、そう。へぇー。なんか、ここ、なんかとりあえず、まあ、100均で買ったやつけど。豆やなぁ。性格がちゃうんやろなぁ。多分それありますよ。こういうミニマムなものが結構好きやったりとかするんですよ。もう俺はとりあえず流行り物のもんを買って満足したいって。で、そっから続きはないね。うん、調べて買って終わりやね。それはわかんねんな。いや、意外と逆にたけしさん合ってない可能性もありますしね、社長にね。いや、でも楽しかったよ。でも、そのボディサイズがね、私の。ちょっとボディサイズ、やっぱこれぐらいいるわと思って乗って。あの、大きいよ。ハイエースとかいいかもしれないですよね。ハイエースキャンピングカーとかも結構とか、今日のあの、フリードとかね。あ、そうですね。フリードは結構広いなと思って。で、逆にあの、ステップワゴンはね、あれ、椅子がこう、フラットにならへんので、でかいけど、どうやろうと思いながら。フリードってすごい車中泊向きですね、あれ、フラットになって。だってあのサイズやったらね、結構山でも、ピュッと入っていけるし。そうですね。で、しかも、パワーあるでしょ、あれ。うん、軽自動車はやっぱりパワーがないんで。そうやね、そこやね、うん。長距離ってなるとしんどいわな。なんか、軽キャンピングカーのやつ調べたんですけど、なんか、高速のとかも、坂道がやっぱ下がっていくみたいで、どんどん。うん、で、あと普通の一般の結構きつい坂道とかでもやっぱ3、40キロしか出えへんとか書いてたんで、やっぱりパワー不足っていうのは否めないなっていう。そうやね、もう軽しょうがないね、うん、でもマニュアルやからまだちょっとマシなんかな。これはね、まだちょっとマシかなって。だから僕基本的にもう重たいもの乗せないとこうと思って、もう軽いのばっかしにしてるんですよ。そういう工夫もしてるやな。で、下スチロールね。そうなんですよ。ビニアをやめて、もっとちゃんとしたソファーあったんですけど、もう一番軽いやつにして。へえ、そういうことを考えてるんやな。こたつ、これいくらしたん？これ1万なんぼやったんですかね。結構ええねな。いや、こんな小さいの売ってるんやな。これしかもね、あの足がひっくり返して折りたためるんですよ。で、この上に、ね、薄さになって、うんうん、まあ立てかけて寝てもいいし、ちょうどね、あの助手席あるじゃないですか、うんうん、あのヘッドレスト外してちょっと上にね、あ、乗っかんの、乗っかってテーブルなんですよ。へえ、あ、すごい、そこまで万能なんだ。そうなんですよ。そういうのも、これ裏向けたら麻雀できるやつとか。これそうですね、リバーシブルですよ。というわけで、クーピーチャンネル皆さん見てくださいね。はい、社長は興味ある方はぜひ見てくれたらいや、本当にね、こうほっこりしますんで、見てたら、あの、本当におすすめのチャンネルです。はい、というわけで今日はこれで終わります。もういい？じゃあね、バーイ。